360。北海道のフェアやってる。嬉しいですね。北海道フェア。みんな日本にやっぱり行けないから、今その日本のものをこっちで買うしかないので、お酒とかもある。くまモンだ。やっぱ日本のものを買いたいっていう人は多いみたいですね。いやー嬉しいな。そっか、今まで日本で爆買いしてたから、それができないから。なるほどね、こっちで今売ってるんだ。洗剤とかも売ってる。落ち着いてますね。爆買いとかをしてる雰囲気はないかな。落ち着いて、台湾の人落ち着いて行動してます。必要なものだけ買ってる感じで。やっぱり、最近の、影響でマスクをつけてる人は目立ちますね。そりゃそうだ。最近台湾ではマスクをしてないと電車とかバスに乗れなくなって、今日からかな厳しくなってます。ただ感染者数は爆発的には増えてなくて、台湾はそこはすごいなと思います。空気清浄機がね、やっぱり今売れてるみたいで、いっぱいありますね。あ、日本のもあった。シャープ 12,900元、結構いいやつかな。12,900元、ちっちゃいのは7,990元とか。こっちはシャープと LG、 3M と LG。 3M が 11,900元、 LG が 14,900元。フェニックスってとこと、いろいろあります。そう、そろそろハードディスクがいっぱいになるんで、ハードディスクも買っとかないといけない。ハードディスク、 あとそうだ、ハードディスクの前にこのね、スイッチが今ね、台湾でも、日本か、日本で品薄になってるやつ。台湾はあるのかな、これ6180円って書いてある。スイッチ、今これかな、動物の森をみんなやりたいっていうので、僕は個人的にはスマブラやりたいけど、あ、そうだ、ハードディスクをね、ハードディスク、見とこ、どれがいいんだろうな。トランセンドってところがいいって聞いて、これにしようかな。それか1テラか。でも値段差あんまないならもう2テラ買っといた方がいい。あとはシーゲートってとこと、アッパサー、
トランセンド、東芝、東芝が2718元で、東芝は前持ってるんですけど、トランセンドまだ持ってないから、トランセンドかな。あ、でもこれ1テラ、2テラがいいな。これかな、多分これだろうな。299元のところ、30分前にどこ57元、ちょっとまあ安いっすよ。このウイルス対策のコーナーもすごい充実してます。ウイルス対策のこのスプレーとかもちゃんと買い占めとか起こってないですね。すごいな。許しよく。トイレットペーパーは結構確かに少なくなってる気がする。あるはあるんですけど、結構減ってますね。5月の花ってやつはいっぱい残ってるけど、なんでこれだけ残ってんだろう。安いのが売り切れてる感じですね。105元とかね。155元とかのやつは。台湾も結構なくなってきてます。食料の方は全然そんなに一気になくなってる感じはないですね。食料の方はそんなに一気になくなってる感じはないかな。少しずつ在庫がって感じ。你可以不用扶了，再来这些我都找不到了，靠你。セルフレジは夜は閉まってるんだろうな。セルフレジも結構便利だよ。